結局あれから闇には会えてないままだな。まさかもう地球から出て行ったのか。でも本当はここを離れたくないって言ってたし、そもそもアゼンダは銀河警察に逮捕されたし、どうすれば。また迷惑をかけてしまうとは。迷ってしまうくらいだったらいっそ黙って。ごめんなさい。って、ヤミ、ユキリト、よかった、まだ地球にいたんだな。ヤミ待てよ。どうして逃げるんだ。話があるんだ、止まってくれ。この街を一周しちまった。しつこいですよ、ユキリト。闇が逃げるからだ。まったく、俺は闇に話があるんだ。さっきすれ違った時、迷惑かけたとか言ってたけど、この前のことまだ気にしてるのか。当然です、私のせいで危険な目に。前も言ったけど、もしまた殺し屋が来たって闇が去っていく必要はない。しかしそれではみんなに危険が。そうかもしれない。だけど俺は、いや、俺たちは闇と友達でいる、仲間でいるって決めたんだ。だったら殺し屋の一人や二人どうってことない。それは殺し屋のことを甘く見すぎです。いや、そんなことないさ。殺されるかもしれないって恐怖はずっとある。だけどな、それと戦うって闇と仲間でいるって決めた時から、そんなことをとっくに覚悟できてるんだ。それでも俺たちは闇の仲間でいたいってそう思ったんだから。しかし、いつか実害が出てからでは手遅れに。ヤミ、お前も覚悟を決めるんだ。覚悟？自分のだけじゃなくて、また俺たちの命を狙われても、それでも俺たちと一緒にいる覚悟だ。それは。俺たちはとっくにしてるぞ。闇と一緒にいる覚悟。ユキリト。それに心配すんな。今度殺し屋が来たら、俺が追い払ってやる。そんな危険なこと。戦うさ。ララに武器でも何でも借りて。だって、あいつらは俺の大切な闇を傷つける存在だからな。大切な人のことは自分の手で守りたい。今、なんと。ったく、何度も言わせるなよな。俺は闇のことが好きだって言ったんだ。何を。さっきは友達とか仲間って言ったけど、俺の場合は
好きな女の子だ。からかっているのですか？違うって。俺は本気で闇のことが好きなんだよ。そりゃ最初は俺の命を狙う殺し屋で怖かったけど、一緒に過ごすようになって気づいたらどんどん惹かれてた。何を言っているのです？何って、言わなくてもわかるだろ。告白だよ。俺は今闇に告白してるんだ。そんな驚くなって。行こう行こう。あの、こんな時なんて言えばいいのかわかりません。その返事をくれないか。返事ですか？そうですね。私もあなたに伝えられていなかったことがあります。あの殺し屋のせいでうやむやになってしまいましたが、地球を去る前にユーキリトに伝えようと心に決めていた言葉があります。それをもって返事とします。聞いてくれますか？ああ、もちろん。はあ、簡潔に言います。私は最初はあなたのことをターゲットとしてしか見ていませんでした。しかし、あなたと関わるうちに、いつの間にか、その、いつの間にか、あなたに恋をしていました。だって、あなたは、私が殺し屋だと知っても、優しくて、優しすぎて。私はどう接すればいいのか、次第に、わからなくなってしまいました。そうこうするうちに、あなたに対する気持ちが、だんだんと何なのかわかってきて。やはり、言葉を弄するのは苦手です。簡潔に、今の気持ちを言います。ゆうきりと、私は、今時期の闇は、あなたのことが、とても好きです。闇。もし叶うならば、あなたのそばから、もう、片時も離れたくありません。闇も、俺と同じ気持ちだったのか。俺は闇の告白を。俺たち、今から、その、恋人ってことで、いいのか？はい、その、嬉しいです。あなたと同じ思いだと分かったというのに、地球を去ることなんて、できませんね。やっぱりまだ地球から出るつもりだったんだ。あ、でも去らないってことは。はい。地球に、この街に留まりたいと思います。
よかった。もしあなたと思いが同じでなかったら、地球を去っていたかもしれませんね。何言ってんだよ。冗談です。でも、約束ですよ。私のこと、しっかり守ってくださいね。ヨミ、ああ、約束だ。それでは、約束の証をください。え、証？それって、これが、証です。ヨミ。ユキ、リト。キス、してしまいました。ヨミ。改めて、これからもよろしくな。はい。